後ろの建物がドレミ福祉法人保育園。ドレミは全部で4つの保育園を持ち、資産総額は15億円。保育園をここまで大きくしたのは、やり手女性理事長である。保育園は堺市にあり、それは馬場の選挙区。馬場は2017年から業務執行理事、そして今年6月に理事長に就任。理事長は80を過ぎ、最近認知機能の衰えが心配されています。馬場は理事長の財産を私的な形で管理している。近年、認知症患者の財産管理については、事件化するケースが多い。それで、成年後見制度、公的な枠組みを利用する社会福祉法人の乗っ取り疑惑と言われる。第二自民党、犯罪維新、それと、第三自民党、非国民民主の、5党の翼賛推進を許さない。